副島さん、速稼塾の久保です。いつもご連絡ありがとうございます。そして相場解説の方もね、興味持って見ていただいていると思いますけども、今回の N 波動連発、これね、両方とも当たりましたね。うまくいったなというところですけども、私が得意なのはね、この N 波動なんですよ。これは去年 N 波動っていうものを教わったわけじゃないんですけども、この形に気がついて、で、どこでね、見極めればいいのか、上級者はどこから入っているからこそ利益が大きいのか、そして、初級者はどこから始めるべきなのか。もちろんね、初心者の方っていうのは利幅はちっちゃくなりますし、利幅に対してリスクは大きくなるのがこれ初心者でございます。上級者っていうのはリスクヘッジをしてるんで、リスクは少なく、リターンを大きくする見極めがすごくできてると思うんですよね。で、FX に関しましてはもう稼ぎたくてしょうがない人しか来ないんですよね。その中でどれだけね、お金が欲しいか、どれだけ人のお金を合法的に、言ってみればね、盗んでくるのがもう気に病むことがないのかっていうね、ところまで言ってもいいんでしょうかって話ですけども、結局 FX ってみんなして負けるのを覚悟して入ってくるんですよね。そして覚悟通り負ける人と、その覚悟をね、押しのけて自分の利益を優先する方、このね、なんかその情熱と言いますかね、マインドの強い方がどんな苦痛にも耐えて、どんな難解なチャートもものにすると思うんですよ。で、そのためにはやっぱり段階もありまして、まずはね、基礎用語が分かんないと全く話になりませんので、基礎用語はこれ一人一人暗記することになると思います。で、暗記を避けて通ろうとする人は全滅ですね。ですんで、やっぱりね、時間はかかるかもしれませんけども、毎日毎日繰り返し繰り返し、その専門書かなんかを見てね、単語から覚えていくってことが必要かなと思いますよね。例えばサンバガラスって言ったら何を意味して、どういうふうな現象なのかとかね、それからダブルトップってのはその後何が起きる可能性が強いのか、そして移動平均線ってのは何日で組むべきなのかとかね、こういったことをスラ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 と答えられて、自分なりの理論とか理屈をそこに付け加えられることができると、なかなかね、勝者への道が開けてくるのかなと思います。で、副島さん自身本当に自分でも勝てるんだろうかっていうふうにね、思うところが多いと思うんですよ。まさにね、その通りなんですよ。私も未だにですね、こういう勝負で来られたら、こんなチャートの形が出たらもうやってられないなと思う形は結構多いです。私が見るチャートの、大体ね、7割以上がもう理解不能なチャートなんですよね。それは私は一つのチャートを分解して見るってことがまだ能力的に弱いからかなと思います。だから N みたいなはっきりとしたものとか、 W みたいなはっきりとしたやつは分かるんですよ。でもこれはW とか N って分かる人は結構いるんですよね。勝ってる人の中で分かんない人ってあんまりいないと思うんですよ。ということは、勝ってる人同士でこれからは勝負になってくると思います、 FX っていうのはね。で、その時には私はそんなにね、大きなポジションは取れないと思います。まあ、ですんで、勝率6割止まりとかね、7割止まりになると思うんですよ。大体ね、中丸トレーダーみたいにいつも勝つみたいなね、ほとんど勝って当たり前みたいな9割ぐらい勝つ人っていうのは、本当にすごいなと思いますけどもね。で、まずはね、五分五分以上になることを目指していけばいいんではないかなと思います。まあ、ですんで、そのために私からお届けするね、メッセージは2つです。1つは、エントリーをしすぎてるってことは、エントリーしてはならないところでエントリーしてる自分がいるってことに気づかなくちゃいけないですよね。だからエントリーいっぱいするってことは、それだけ損失が大きくなるってことです、最初は。だからもう極端な話ね、1週間に1回のエントリーに集中するとか、1日1回のエントリーに集中するぐらいのね、そのぐらいの見極めいるかなと思います。で、2つ目はやっぱりね、継続することですよね。諦めないこと。そして自分の記録を残すってことだと思います。こういうふうな紙に記録を残すのもいいと思いますし、私みたいに動画で記録を残して自分で後で見るみたいなこともいると思いますけども、やっぱ自分の記録を見て、自分の中の失敗とか成功に気づいていくって、その積み上げが FX の学び方の、一つの筋かと思うんですよ。で、このね、自己反省ができない方っていうのは、結局負けていくのかなと思います。もちろんね、大変ですよ。コツコツやらないといけないんで、単調な作業をね。でもそれができない方っていうのは、なんですか、自動的に勝つ方法みたいなね、勝手にお金が増える方法みたいなの憧れて、そういう風な道に入っていって、さらに傷を深くすると思うんですよ。で、私は自分の裁量で勝てるようなビジネスとか、自分の裁量で勝てるようなネットワークとか、自分の裁量で勝てるような投資ってものしかやらないんですよね。で、ほっといて勝てるようなね、最近でしたらカジノのビジネスとかありますけども、これはね、もうなくなるのを前提でやるしかないんですよ。もうこういうのは単なる宝くじを買ったようなもんでね、趣味の世界ですから、そこに傾ける資金っていうのはほどほどにしとかないといけないかなと思います。まあ、いろいろと申し上げましたけども、 FX っていうのはそういうふうにはね、
あの一言で言ったら根性がない人が集まってくる場所ですから、その中で自分の精神力をつけていってね、その精神力を日々の学習するコツコツと積み重ねるってものにやっぱ切り替えていければ勝利はできると思います、まあ、ですんでね、教材は一流だと思います。中村トレーダーの教材一流です。でもその一流の教材を扱えるようには自分の精神力とかね、行動力を一流に磨き上げていくしかないと思います。多分そっちの自分への勝負の方が結構苦しいんじゃないかなと思います。教材はね、もう触るところがないぐらいもう完璧ですんで、もうあの教材があればもう他の FX の教材とかいらないというレベルです、そんな形ですね、まあ、これからね同じマーケットで戦っていけること本当に嬉しく思いますんで、これからますますね共に勝っていきましょう。でね、あの浮ついた人の浮ついた気持ちで FX の業界に入ってくる人のお金をどん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 取っていきましょう。まあ本当にそういう勝負ですよね、うん、身も蓋もないというか、私はビジネスは提供と感謝とかね、お互い様って気持ちがあると思いますけども、 FX とかに関しましては、投資に関しましてはお互い様はありません。あの甘く考えている人のお金をボン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 、あの自分を鍛えるために、あの精神力とか時間を使ってきた人が勝ち取っていくっていう、そういうふうな、ね、非常な世界、もう戦争みたいですね、本当に戦争だと思います。もう投資とか FX は全部全面戦争です。あのミサイルを使わない戦争ですね、死人の出ない戦争ですね。まあでも死人は出ちゃうかもしれないですけどね。まあ、最後にね一言ちょっと申し上げましょうか。あの投資ってのは人殺しと一緒ぐらいの気持ちでやらないと勝てないですね、本当に。まあそういう気持ちに私もなりきれてないんで6部4部のね FX なんでしょうけどもね。はい、以上です。頑張っていきましょう。